手力の日祭り、夏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 手力の,の日祭りは、岐阜県岐阜市にある田地から尾の神社で行われる日祭り。始まった時期は不明ではあるが、明和年間には記録があり、長く続く岐阜市を代表する伝統行事で、岐阜県無形民族文化財に指定されている。境内に設けられた、 高さ20メートルの御神灯が次々と点灯された後、滝花火に点火される。境内に爆竹音が響き渡り、激しい火の粉が降り注ぐ中、花火が仕掛けられたみこを裸男たちが担ぎ乱舞する。また手筒花火や仕掛け花火が一斉に火を吹く山焼きなどすべてが見物客を圧倒させる。なお四月に行われる。本祭と八月に行われる。 夏があるが通常は本祭のことを指す。本祭は田地から尾の神社の春の大祭である。夏は復興、観光用の祭りイベントである。出場する町内は本祭の半分である。本祭では行われない通常の花火を地面で爆発させる地割れ花火や和太鼓の演奏もある。会場の長良川公園は河川敷にあるため堤防の斜面に座って、 祭りを観覧できるので、視野が広く火祭りのすべてを楽しむことができる。それでも迫力は、本祭さながらであり、裸男衆に手抜きはない。ありがとうございます。